石剣マシンさん、天使ダイナグさん、ありがとうございます。ゆきさん、ありがとう。りょうすけさん、つばゆすけさん、 Thank you。 今日のお目覚めはめっちゃいい感じ、めっちゃ起きてる。この服がね、裏起毛でね、めっちゃ気持ちいいんですよ、着てて。そう、裏起毛って気持ちくない？はよ、どうした？ちょっとあけみちゃんっぽくなってみた。おはようございます。ももずさん、ありがとう。おはよう。松さん、マサさん、ありがとう。唐突すぎ。それな、でもこたつとかさ、あの電気毛布使って、なんかね、もう体がめちゃめちゃ乾燥する。おはよう。みほりん見てるの、すごい。肩のとこ可愛いでしょ。でもここだけね、浮いてるからね、ちょっと寒いんですよ、肩。ニノさん、ありがとう。パセリ誕生日、昨日配信終わって LINE した。はいよ、仕事いってらっしゃい。ハンドクリームは手放せない季節。自分さ、今までさ、もうほとんどハンドクリームを塗ってこなかったんですよ。世の中じゃない、この20年間。全然乾燥しなくてさ、手がなんかね、全然乾燥しないんですよ。うん、そう。でも欲しいハンドクリームを見つけて、
ンポンタさんありがとう。じゃあ常に潤ってるみたい。悪い意味じゃない。あのね、欲しいハンドクリーム見つけてね。でもめっちゃ高いの、6000円とか。もうね、でもめっちゃいい匂いだった。ねえ、お高いですよね、本当にお高い。はいよ、クスタのハンドクリームとか。でもハンドクリームは好きなんですよ。だからなんかラベンダーの香りとか持ってるよ。キャンシーさんありがとう。クリーム多そう。ディオールじゃない、シャネル、なんかあの白いお花の香りがした。ひじこさんありがとう。本当にいい匂いだった。あれは丸いやつ、そう丸いやつ。はいや、でもさ、そうだよね、シマフム。そう、あれ使ったことあるよ、めっちゃいいよね。それな、握手会の後未知の手は赤ちゃんの匂いがしてあげるから。赤ちゃんの匂いって何よ。お匂い、ほんと消毒すると乾燥するし、うん、めちゃめちゃ欲しいんですよ最近それが。でもためらう、いつも。6600円ぐらいかな。仕事行ってきます、いってらっしゃい。そうだよ、プレゼントしてあげる。今まで香水めっちゃつけますよ私。香水ハンドクリームとか、プレゼントできないものの話はするから。だってプレゼントできるものをさ喋ったらさ、なんか
そうそう、いや大量に届くのはめっちゃ嬉しいんだけど、そう、ひじこさんありがとう。だって確かに、最近は桜の香りの香水とか探してます。ちょっと前までバニラの香りの香水をね探してたのよ。で、なんだっけ、あのお店、パッケージがいつも可愛い、デブニャンさん、大崎上島の風さん、ありがとう。パッケージが可愛いのはダイソー、あのよいしょ、ジルのバニラな、バニララスト、めちゃめちゃバニラですごかった、びっくりした。コウさんありがとう。なんかもう本当にバニラエッセンスの香りって感じ。すごかった。スーパーカップもめっちゃバニラ、確かに。そう、お母さんなんかね、上着にさテスターをシュッてしてさ、その上着に匂いがずっと残ってて、バニラのここに寄ってっつって親に寄ってもらったら、バニラのアイスをこぼしたみたいな匂いだねって言ってたから、そう、そんだけ再現度が高いってことやけどね。はよ、ひじこさん、デブニャンさん、ゆきさん、こうさん、大崎上島のかずさん、いまけんさん、ももさん、ありがとう。今日は寝落ちしないの。ちゃんたくさん香水の話になったから、珍しく香水つけて出勤してみますね。お、どうする？今日なんかいい匂いって周りがなって、みたいな。お仕事行ってき、行ってらっしゃい。ドキ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 。デブニャンさん、ゆうくんさん、ありがとう。はよ、ハムレマだったからよろしく。あ、何を話しましょうか。持ってちゃうかもよ。
うちに似合いそうな香水あるんだけど、いつか右ぐりでお話してきたらな。右ぐり気になる。ドイツ&ガッパーナー紅白なんだ。ゆういちろうさん、つばゆうすけさん、Thank you。 マサさん、キョンシーさん、ありがとう。おはよう。では仕事行ってきます。行ってらっしゃい。NHK 商品名出せないと聞いたが、商品名って大丈夫なのね。エイトさんが出るだけで、あの歌じゃないのかな。わあ、君のピーの香水のせいだよってなるのかな。君のピーその香水のせいだよ。待って、メモりたい。バラエティ。で検索してみよう。緑の中を走り抜けてく真っ赤な車ってこと？じゃあ君の何があるかね、変えるとしたら。君の「ドルチェ&ガッパーナの香水の匂いを知らんけん」「君のルル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 その香水のせいで」「君の」海外有名ブランドのその香水のせいだよ。君のハイブランドのその香水のせいだよ。おもろい。君の甘くて切ない香りがする。あ、そういうことね。おもろい。マットリップ。
太一さんありがとう。鮮やかね、かいくまだから。どこのリップ、ああ、ロレアルパリ124番。可愛いよね。ちょっとマットリップが使ってみたくて。そうする、めっちゃ乾燥する。でもなんかマットリップって下地みたいなの塗ってからやるらしいね。使ってみたい衝動。あ、確かに STU はあんまり商品名入ってる歌がないですね。 STU48 はめちゃめちゃ入ってるけど、いろんなものが。でもそれも地名とか、いやでも坊ちゃん団子とか入ってる。ポットも商品名。ね、それ以外ないね。完璧でスタジオ見た時の道と全然違ってめちゃくちゃ好きになる。どういうこと？何が違った？ノリ？顔？めっちゃかっこよくて、あ、かっこいいかった。ギャップってことね。どっちかがめっちゃなんかあれだったかと。お仕事行ってまいる、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。三姉妹で幸せさ、神様。今めちゃくちゃ可愛くて、ありがとうございます。すごい好きになっちゃった。本当？そんなこともあるんだね。そう、確かに。ゆういちろうさんありがとう。ポキッとしてる。朝ごはんは何？何にしよっかな。バナナシェイクにしよっかな。バナナジュース。よしよしよし。シュンシュンテンションマックス。
朝ごはんじゃそう。でもスムージーでね終わる人もいるじゃん。ビタミンちゃんと取るんだよ。うん、最近ずっとみかん食べてる。チャマがみかんの白いところが好きなの。あの何白いところ、だからあれよ、ジャマが本当にあれが食べたくて、だから私はそのためにみかんを食べてる。ダメだよ、ジャマのお腹が弱いから身はあげれないのよ。一時期バナナジュースハマっていつかミキサー買ったけど、いかついミキサー買ったけど洗うの嫌で初日以来使ってない。使いなさいよ、いかついいかついミキサーで何。ゴミ与えてるようなもの、ひどい、違うよ。それはプレゼントできますか、みかんの白いところ。ひじこさんありがとう。あそこが一番いいとこなんや、白いところ。しかも自分はいつもそのまま食べる派の人じゃけん、剥がずに。白いとこ食べたら痩せるらしいらしいですね。親がちゃまに言ったんよ、ここが一番おいしいんよって。みかんの白いところ、一番ここがおいしいとこなんよって言ったら、多分それを信じとんよ、邪魔は。本当にしてない私、なんかよし痩せようって思っても、もう夜になったらね、いざ寝るぞっていうなった前にあのマッサージとかできない、疲れて。どうしたらいいんだ。私はあんまりむくまないですね。目、顔は多分むくんでるんだけどね。輪郭シュッとしとうよ。ほんと？そう、一時期マッサージブームも来てた。それな、マッサージブームも来てたし、筋トレブームも来てたし、めちゃめちゃ美意識高い時期があったんや。すごかったよね、あの時。もうあの時の自分に戻ってほしいけど、めんどくしゃってなっちゃう。美顔器欲しい、ずっと思ってる。それ
そうね、スチーム浴びたい。美顔器欲しいな、ちっちゃいのでも。水泳体操、そう、下半身が痩せたいからね。最近のマイブームは毎日村でやり返すことです。あら、いいブーム。知ってました、ミチが足痩せすると足ファンがみんな泣くんですよ。でも泣いてなかったよね前。そんなこと言われたら甘えが出ちゃうよね、あたいに。スチームローラービア、何それ。ひじこさんありがとう。この前痩せた時はさ、みんななんか「お引き締まったね」みたいな言ってたくない？あの時ベスト感あれ良かったよね。今は今見てないか。別にみんな泣かなかった。あれから、もっと頑張っとけばよかったな、あのまま。なんであの時あんなに意識高かったんやろ。うん、本当に過去の栄光ですね。頑張る頑張る頑張るって言ったのに無理なんよね。足パカしよう。まずは壇上を読もうと思います。確かに夏はストイックになれるのかもしれない。13位天然ガラスさん、12日昼のリアニの配信チケットでひなバンドは見れますかさん。どうやろう、配信の形が初めてだから。セプトさんで私アフターまでやるのかわかんないけど、でも普通のチケットと同じと考えたらアフターまで見れると思います。私は聞いてみます。11位ギルスさん、10位オフさん、9位ウルフさん、8位エムケンさん、7位マサさん、6位アマズさん、5位ダダダラムドさん、4位コウさん、3位キョンシーさん、2位ツボユウスケさん、そして1位はドゥルルルルンチャンユキさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルルルンチャン、イシケンマジンさん、ありがとう。それでは今日も一日お仕事学校勉強部活バイト頑張っていきましょう。月曜日じゃん。月曜日頑張れ。
あ、TikTok や。ありがとうございます。めちゃめちゃ忘れてた。でもストックがあるから大丈夫。みほりんがなんか食べてる。もぐもぐ。それでは、またねー。バイバーイ。いってらっしゃい。